はい、こんにちは。バンクアカデミーの良平です。今日はこちらです。S&P500 を超えるかもしれない注目商品が誕生したって聞いたので、詳しく教えてという方にお話ししていきます。この声はたくさんもらったので、気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では、超低コストでも話題となったトレイサーズ S&P500。 配当規則インデックスを丁寧に紹介しますので、この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょうではこのパートで S&P500 を超えるリターン、配当規則投身が超低コストで誕生という話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。 新商品のトレイサーズ S&P500 配当貴族インデックスは25年以上連続で増配かつ時価総額30億米ドル以上の企業の株式で構成された投資託構成は約60名柄に均等ウェイト分配金は現状出ない予定 安定的な増配ができる、成熟したビジネスモデルの企業で構成されていることから、S、S&P500 と比べて下落体制があり、過去約20年間では S&P500 を超えるリターンを誇った。信託講習も年0.1155%と激安、S、S&P500 との両方持ちもあり、この結論をもとに話題の新商品である配当貴族投資信託を丸ごと解説ので、 ぜひ最後まで見てください。早速ですが、大注目の投資信託が誕生しました。こちらは日光アセットマネジメントから登場した商品で、トレイサーズ S&P500、配当貴族インデックス、米国株式、S、S&P500 のうち25年間連続増配中の企業だけの指数に連動。必然的に安定的な有料株が多くなる傾向のこの指数は IT 銘柄の比重が高い。 S&P500 の組み合わせの相手として絶妙。トレイサーズとは独創的なファンドをラインアップするという日光アセットマネジメントの新シリーズで、今回の新商品は S&P500 配当貴族指数に連動するインデックスファンドになります。ここで S&P500 配当貴族指数とは何なのかをお話しするために、こちらのイラストを拡大してみています。はい、イメージとしてはこんな形で、まず米国の 金融商品取引所に上場する銘柄がいろいろとあるとして、そのうち、米国を代表する株式、500銘柄で構成されるのが S&P500。そしてさらに、その500銘柄のうち、25年以上連続で増配している、時価総額30億米ドル以上の企業の株式で構成されるのが、今回の配当帰属指数になり、2022年7月末時点で64銘柄になります。 この構成については、年4回、銘柄ウェイトを均等にリバランスするほか、構成銘柄は年1回の見直しとあるので、つまり、時価総額過重平均ではなく、各銘柄に現状は約1.5%から2%の均等ウェイトであることがわかります。参考までに、時価総額過重平均のおさらいもサッとしておきます。時価総額過重平均とは、 構成銘柄の時価総額、つまり規模の大きさで計算する方法で、EMAXI SLIM 全世界株式オールカントリーなど、資産運用の王道とも言われるインデックスファンドは、この時価総額過重平均によって構成されています。ただし、時価総額過重平均にも少々悩ましい点があり、例えばこちらも、時価総額過重平均である S&P500 指数に連動する EMAXI SLIM 米国株式の上位銘柄ですが、 1>, 1位のアップルで6.7%、2位のマイクロソフトで5.9%、3位のアマゾンで3.3%、4位のテスラで2.0%、5位と6位のアルファベット、こちらはグーグルですが、計3.7%と、上位5銘柄で合計20%も占めるように、時価総額過重平均は、少数の特定銘柄に偏った指数になりがちなんです。 そうなると、時価総額過重平均は、今のガーファ a など、上位の大型株のパフォーマンスに左右されやすいと言えるでしょう。しかし、今回の S&P500 配当貴族指数は、約60名柄に均等配分する構成となっているので、時価総額過重平均とは、全く違う設計になっていることがわかります。そして、この60名柄はいずれも、25年以上連続して増配している企業で、 例えば、日本でも馴染み深いヘルスケアのジョンソンジョンソンは、なんと60年連続で増配。さらに、日用品大手の P&G は、66年連続で増配しています。この S&P500、配当帰属指数に選ばれるのは、どんな銘柄なのかというと、日光アセットマネジメントのページに記載があったので読んでみますか。つまり、安定収益が期待できる、堅実な銘柄群。 ここ数年の S&P500 指数は、Apple や Amazon.com、Meta、旧 Facebook といった巨大 IT 企業が構成銘柄の上位を占めています。それらの中には、資金を配当の支払いではなく、事業の成長投資に充てるという企業もあり、大きな成長に期待が集まる反面、株価の変動率も大きくなる傾向があります。一方で S&P500、 配当帰属指数に採用される企業は以下のような共通項を持っていると考えられます。丸一、他社に対する参入障壁を背景にした事業の安定性を持つ企業。丸二、安定的な増配ができる成熟したビジネスモデルを持つ企業。丸三、配当を中心とした株主還元を重視する経営体制を持つ企業。ちなみに日本株で25年以上連続で 増配している銘柄はほぼないので、それだけ厳しい条件をクリアしている企業で構成されていることがわかるかと思います。さて、そんな S&P グ配当帰属指数の気になるパフォーマンスですが、こちらのグラフが参考になるので拡大をしています。はい、これは2021年12月31日から2022年10月19日での S&P グ配当帰属指数。 S&P500、ナスダック100指数を比較したグラフですが、ご存知の通り、今年の米国株は下落相場が続いており、S&P500 に関しては、年始から背に約20%の下落になっています。しかし、一方の S&P500 配当貴族指数は約15%の下落で済んでいるので、これら他の指数に比べて下落体制があると言えるでしょう。ちなみに、この理由としては、 また後で見ますが、下落局面に比較的強いとされる生活必需品のセクター比率が S&P 学配当貴族は高いことが主な要因としてあるかと思います。そうしたらもう少し長い期間も見てみましょう。こちらは1999年12月末から2020年7月末と、 過去約20年間における S&P500 配当帰属指数と S&P500 の比較ですが、この期間においては S&P500 配当帰属指数は S&P500 を超えるリターンとなっています。2000年代は米国株の暗黒時代とも言われる時期で、IT バブル崩壊やリーマンショックで米国株が長く低迷した時期もありましたが、そのような中でこそ下落体制がある。 S&P500 配当帰属指数のメリットが生きたのかと思います。ただし、注意して欲しい点として、過去約20年間のリターンで S&P500 を超えたからといって、配当帰属指数は決して万能ではないことは知っておきましょう。こちらは2022年9月末時点での S&P500 配当帰属指数。 S&P500、そして Nasdaq 総合指数のセクター別の比率ですが、S&P500 配当貴族指数は比較的ディフェンシブな生活必需品がトップ。S&P500 と Nasdaq 総合指数は今をときめく IT 銘柄をはじめとした情報技術がトップです。で、2020年のコロナショック以降はガーファムのような IT 銘柄が大きく伸びたため、 その期間を切り取ると、配当貴族のリターンは、劣後するはずです。参考までにこちらが、コロナショック以降の2020年4月1日から、株式相場が好調だった2021年12月31日までのチャートで、緑色が20年以上連続増配銘柄で構成される、米国 ETF の SDY。 今回の S&P500 配当貴族指数とは少し異なるんですが、大まかな特性は似ているので、参考までに見ておきます。で、青色が S&P500 に連動する VOO、そして黄色がナスダック100指数に連動する999、先ほどのナスダック総合指数とは異なりますが、今はナスダック100指数の方が有名かと思うので、こちらのチャートを見ています。この期間においては、 SDY が78.6%、VOO が98.4%、そして999が120.4%となっていたので、やはり切り取る期間によっては、各指数のリターン結果は変わってくることは承知しておきましょう。そうしたら既存の他の配当規則投資選択とコストを比較します。まず今回のトレイサーズ S&P 学配当規則インデックスは、 購入時手数料などはなし。そしてこれがすごいんですが、年間の保有コストである信託報酬はなんと年0.1155%とかなり安くなっています。既存の配当貴族投資信託としては、こちらの SMT 米国株配当貴族インデックスオープンや野村インデックスファンド米国株式配当貴族があったんですが、いずれも信託報酬が年0.5%から 0.6%と少し高い印象がありました。これら配当貴族のインデックスファンドは以前から密かに人気があったものの信託報酬の高さがネックだったんですが今回のトレイサーズは年0.1155%と驚くほどの低コストを実現しています。参考までに人気の EMAXI SLIM 米国株式は年0.0968%オールカントリーは年0.1144%なので 今回のトレイサーズ、配当貴族の信託講習は非常に安いことがわかります。じゃあ気になる分配金の有無についてもお話します。こちらは自分が日光アセットマネジメントに確認したところ、分配金は現状出ない予定とのことでした。先ほど見た野村インデックスファンド、米国株式配当貴族など他の配当貴族の投信もこのように過去に分配金が出たことはなく、株式の配当は ファント内で自動で再投資に回すことで長期の値上がり益に期待する設計のようです。そもそも配当貴族という指数は高いインカムを得るためのフィルタリングではなく大型の有料株を機械的に抽出するフィルターという理解をしておくといいでしょう。なので配当を受け取りたければやはり米国 ETF の VYM などを選ぶのがベターかと思います。それでは最後に 今回のトレイサーズ配当規則は買うべきかという話をして終わりとします。おそらく同じ米国株式として S&P500 と比べてどっちを選ぶのがいいのか悩む方もいると思いますが途中でお伝えした通り S&P500 とは構成の特徴が異なります S&P500 は米国を代表する500社のうち時価総額が大きい順に配分もちろんこの中に連続増配名柄も含まれていますが 一方の S&P 枠、配当帰属指数は25年以上連続増配に該当する銘柄のみを抽出して均等配分をしてあります。時価総額過重平均の S&P 0は先ほど見た通り現状、ガーファムなの巨大な IT 銘柄の株価に左右されがちな傾向があるので、その偏りを 多少なりとも解消するために、均等ウェイトの配当規則で分散するのはありでしょう。ただし、分散といっても、為わリスクは変わらずあります。また、時価総額過重平均か、均等ウェイト、どちらのリターンが高いかは結局、切り取る時期にもよるので、絶対的な答えはないため、両方持って比較するのも悪くはないと思います。まあ、基本的には、 王道とも言える S&P 語訳でいいと思いますが、もう一つ他の銘柄を選ぶ際に、今回の配当貴族を考えてみるといいでしょう。ちなみにこれはおそらく聞かれると思うのでお答えしておくと、VYM の投資信託版である楽天 VYM や SBIVYM よりトレイサーズ配当貴族の方が信託報酬は安く、またこれらは時価総額過重兵器なので、 その点での特徴も異なるため、あとは好みにもよるかなと思います。トレイサーズ配当規則は、楽天証券、SBI 証券、マネックス証券などのネット証券で買えるので、気になる方は早速チェックしてみましょう。はい。では今日のまとめです。新商品のトレイサーズ S&P500 配当規則インデックスは25年以上連続で増配。 かつ時価総額30億米ドル以上の企業の株式で構成された投資信託構成は約60名柄に均等ウェイト分配金は現状出ない予定安定的な増配ができる成熟したビジネスモデルの企業で構成されていることから S&P500 と比べて下落体制があり過去約20年間では S&P500 を超えるリターンを誇った信託講習も 0.1155% S&P500 と激安、S、との両方持ちもありはい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そして、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひ、いいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。 バンクアカデミーではお金に関するさまざまな動画を配信しています役に立ったと思ったら是非チャンネル登録をよろしくお願いします